気象庁は広島県に記録的短時間大雨情報を出しました広島市佐伯区付近廿日市市吉和付近で午後3時30分までの1時間におよそ110ミリの大雨が降っているとみられます災害の発生につながるような猛烈な雨です土砂災害が発生しやすい地区にお住まいの方は早めの避難を心がけるとともに 市町村から発表される避難勧告などの情報に注意してください。